始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ロジャー・フェデラーです。アメトークというね、番組ございますね。アメトーク、まあ今ではね、TVer なんかでね、見逃し配信とかありますので、まあ、気軽にね、見られるようになっている昨今、様々な番組が、まあ、ちょっとね、意味のわからない統治法になりましたが、まあ、アメトークもね、気軽に見られるようになっております。皆さんご覧になったことはありますかね？で、もともとね、この番組は、お笑い芸人のね、雨上がり消したいのお二人がね、始められた、いわゆる冠番組っていうんですかね。で、今はまあ、蛍原さんがね、まあ、MC っていうことで番組続いてますが、このアメトーク、アマトークにはならないんだろうかとね、最近ちょっと思ったんですね。というか、そもそも、雨上がり消したいの雨から来てるわけですけど、この雨上がり消したいも雨上がりにはならないんだろうかと、まあそういうのをちょっとね、最近思いました。というのが、この雨という単語は他の単語の一部になるときに、雨宿り、雨がっぱ、雨がえるなどなど、雨という形で出ることが多いです。で、これは天音と言われる現象で、まあ、過去のエピソードでもね、何度も取り上げたことがあると思います。これは雨に限ったものではなくって、酒が酒だるとかね、目がまぶったとかまつげみたいに、まあ、規則的にエダンで終わってる単語が他の単語の全部要素、まあ、複合語の前の要素になるときには、雨とか坂とかまあみたいにアダンの音に、変わっております。で、こういうのを天音と言います。ただ歴史的にはこの雨みたいなのがある意味元の形で、で、それにイという接尾辞がついて、甘いみたいなのが独立形として使われて、で、このアとイという母音の連続はよくエという母音になるので、まあ、やばいがやべえになるのと一緒ですけど、で、それで独立形が雨とかね、目とか酒とかね、まあそういう風になったという説もございます。まあ専門的に雨みたいなのが露出形といって、雨みたいな単語の一部の形を被覆形と言ったりするんですが、まあそれはそれとしてですね、その規則にのっとれば、まあ雨トークも雨トークだし、雨上がり消したいも雨上がり消したいに本当はなりそうだなと思ったんですよね。で、ちなみにこのアとエの交代っていうのは他の音でもあって、背中の背っていうのは背くの背と、まあ、一緒だし、ていうか背中もだから背中になりそうなんですけどね。あるいは木ですね、生えてる木は木陰みたいにこうという音に変わるしっていう感じで、まあ、他の音でも観察されるものなんですが、まあ、一番わかりやすいのは露出形が雨のえみたいな音で、被覆形が雨のあみたいな音に交代するというのがわかりやすいかなと思います。滋賀十五の壺。さて、この露出形と被覆形の交代っていうのは規則的ではあるんですけど、かなりその力っていうのは現代日本語について言えば弱まっているんではないかなと思います。まあだからこそ、まあ雨トークは置いといてですね、雨上がりではなく雨上がりと言ったりとか、まあさっきたまたま言いましたけど、背中も背中とは言わないんですよね。で、目がまあに交代するのも、まぶたとかまつげっていうのは、まあそういう言い方しますけど、メガネとか目薬はマガネとかマ薬にはなってないので、まあこれは、まあ規則的な音変化ですけど、まあ現代日本語について言えば、その、
力っていうのはかなり弱まっていて、どっちかっていうと語彙的な問題になってると思います。つまり、まつげとかまぶたとか、あるいは雨宿りとか雨傘とか、まあそういう単語だからそうなってるんだみたいなね。しかし雨宿りが雨っていう音で出てるんだったら、雨上がりも雨でも別におかしくはないというかね。両方雨プラス、まあ、動詞に由来するような複合語なので、雨宿りに対して、雨上がりっていうのも、まあ、別に不自然ではないんですよね、本当はね。さて、ではなんで、この天音という現象が現代日本語において、まあ、衰退してるというかね、まあ、合意的な問題になってるのか、まあ、あるいは化石化してるのかというと、これはね、漢字の影響っていうのもちょっとあるんじゃないかなと思うんですよね。雨が雨に変わるっていうのは、まあ、日本語の動詞で言う活用形に近いようなものじゃないかなと思います。書くっていうのが書かない、書きます、書く、書けばっていうふうに、まあ、その母音の交代によって形を変えるっていう現象が動詞であるわけですよね。で、それと雨と雨の交代っていうのも似てるんですけど、ただ漢字で書くときに、雨だろうが雨だろうが、あの雨という漢字一字で済ませてしまうんですよね。で、一方、動詞の場合は、まあ、活用語尾っていうかな、まあ、音が変わる部分は仮名で書くんですよね。書かないで2番目のかはひらがなで書きますよね。で、書きますのきもひらがな、書けばのけもひらがなっていう風に、その音が変わる部分は仮名で書くので、だから現代日本語で、その活用の音のパターンっていうのは崩れてなくって、書くないとか、書くますとか、書くばとかね、まあそういった言い方はありえないですけど、まあある意味それは、日本語の初期体系に支えられてるっていうかね、仮名で書いてるおかげで音の変化っていうのが、まあ、可視化されてるっていうか分かりやすくはなってんですよね。で、繰り返しですけど、天音の場合は、あめだろうが、あまだろうが、あるいはめだろうが、まだろうが、さけだろうが、さかだろうが、せだろうが、そうだろうが、まあ、いずれにせよ漢字一字で、書いてしまって、音の変化っていうのは、まあ、わかんないんですよね。漢字で書いてるので。まあ、そのせいで、天音っていうのは、現代日本語で衰退してるんじゃないかなとね、ちょっと思います。もし日本語が、漢字というね、標語文字を使わずに、まあ、仮名だけになるとか、あるいはアルファベットみたいなね、まあ、いずれにせよ、標音文字で、表すような言語だったら、天音という現象も現代日本語でしっかり使われてたんじゃないかなとね、思います。普通というかね、まあ、話し言葉が書き言葉に影響を与えるっていうことはよくあると思うんですよね。まあ、言うを言うと書いちゃったりとか、まあ、そういったものですけど、まあ、逆もあるんじゃないかなっていうようなね、今回はね、そういった話でございました。もちろん天音の衰退は、まあ、書き言葉だけが、漢字だけがね、原因ではないとは思うんですけど、まあ、多少ね、関係あるんじゃないかなという、そういったお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手は、滋賀15でした。またねー。